動くな。助けて。貴様らは誘い込まれたのだ。検問のない道はここだけ。計算済みよ。どこまでも腐ってやがる。貴様のようなクズ、命に変えても許さん。何時離婚に当たりし人を、憂いを抱える旅人を、あなたもまた道を選ぶ時です。何時に王道を照らす輝ける星を、目覚めなさい。これは何だ。おのれ、ウィ様に見捨てられればもはや行き場はない。しくじるわけにはいかんのだ。貴様らに現実を叩き込んでやる。現実だと。力ある者が義務を果たさず、罪なき者が死んでいく。そんなものが現実なら、俺が全部壊してやる。うわあ。デオンストロールダ・ハリエイタス。民も領地も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ、この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を打ち滅ぼす尊き者の使命だけだ。叩き込んでやる。これは彼にまで同じ力が。だったら導いてあげて。なんだか知らんが、そのような脅しに負けるものか。この魔導機の力で焼き払ってやる。お前たち、俺を守れ。いいな。部下を盾に保身に走るか。いよいよ本性を隠さなくなってきたな。ふさわしい目に合わせてやる。魔導機の力は強力だ。大将間違うな。危ないと思ったら防御を固めてやり過ごせ。さあ行く。また一息か。行くぞ。引き合う。くらえ。すぐに終わらせる。死ね。あがきやがって。消して。この手に耐えらすんとかめ。はっ、よっ、は死ね。覚悟はいいか。恥ずかしく加減なさい。加減よ。止めた。ルイ様、バカだ。士官にまでこんな狂信者が生まれているとは。俺も魔導機なしでこんな力を。こいつと同じか。お前たちは一体。俺はレオンストロール。ただの田舎貴族だ。クリンゲルが言ってたろ。人間に襲われた村を見捨てたことがあるってな。俺はその村アリアの領主の息子だ。今さら合点が言ったよ。道理で早馬を送っても助けが来なかったわけだ。あの悲劇がルイの策略のせいだというなら絶対に許せない。俺にも理由ができた。もう成り行きでついていくわけじゃない。改めてお願いする。俺を仲間にしてくれ。グライアス、どう？ふん、こっからは見張りの手間が少しは省けるか。認めてくれるんだな。お前たちも構わないか。とっくに仲間だ。そうか。オンニキル、改めてよろしくな。誇り高き貴族ストロール。
彼こそ戦士の美徳を心に宿す者。彼との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。お前と志を共に。もしかしてあんたも感じた？何これ、例の魔法と関係あるのかな。考えてみると、あんたが目覚めた途端、なんでストロールも急に同じ力が使えるように。これって一体何？どこ？何なの？驚いたな。ここへ迷い込んでくるとは。妖精か。もはや滅んだと思っていたが、エルダの里ではまだ生きているのか。うわ、何その失礼な言い草。思っていたより早い再会になったね。まさか君以外にまで新たな目覚めが。これは奇跡か。仲間の彼が得た力、あれもアーキタイプの一つのようだ。アーキタイプを本来の魔法だと言ったこと覚えてるかい？まあ大体は。例えば君はエルダ族だね。社会の花つまみ者。ひどい話だ。君の背負う定めだな。誰しも定めに苦しむ。でもその恐れや不安こそ自分に眠る力だ。向き合い従えてしまえば未来など自由に選べる。そして人々は苦難の中でそれを体現して見せた者の生き様を英雄譚として語り継いでいく。仲間の彼にも定めと、それゆえに信じる道や美徳があった。だから君を見て目覚めたんだ。君を守るためのアーキタイプにね。ちょっとあんた誰？どこまで知ってんの？言っとくけど、彼に手出したら承知しないから。ずいぶんつながりが深いんだな。まあ最初はそうでもなかったけど、今じゃ運命共同体だし、心の奥でつながってんのでしょ。そうだな。私お互い背中預ける関係っていう、そういう覚悟なんだからね。神秘の妖精ガリカ、彼女こそ魔術師の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。あんたを迷わせない、これが私の役目。え、今のって興味深いな。今ので分かったろ。君は他者の覚悟ある生き様に触れることで新たな力にできる。そして自分や仲間たちがどんなアーキタイプで戦うかを選び、使い分けることさえもできる。例えばそう、もう一人の連れの眼帯の男、どうやら彼はアーキタイプについて鍛錬した経験があるようだ。本人の言葉通り物にならなかったんだろう。だが君が望むなら正しく目覚めさせることができる。え、グライアスも同じ力使えるようになるってこと？探求者のアーキタイプの特性、いや君自身の特性かもな。やはり君は何か特別らしい。さあ早速試してみようじゃないか。よしよし。この猫は、先ほども言ったが、どうも君は特別だ。力に目覚める者たちが
自然と集うことになるだろう。君が力の系譜をはるか頂点まで極めていくためには、より多くのアーキタイプを得て、それらを結集させる必要がある。なぜなら英雄とは、孤立していては異端者に過ぎないからだ。多くを救うには、多くの人の多くの力とつながらなければならない。人々のために、多様な英雄の力を目覚めさせた者だけが、真の意味で、未来を選べる王者となるだろう。今後は君が自らの意志で僕を訪ねてくるといい。例の僕の本を開いて、ここの景色を強く思い浮かべることだ。そうすればまた意識がつながるだろう。僕はいつだって君の行く道を見守っているよ。また会おう。あれ、ここはどうしたんだ。二人とも突然ぼーっとして。ぼーっと？え、私たちってずっとここにいた？実は俺も何やら妙な感じだ。急に感覚が冴えてきたというか、昔魔法を修練していた頃を思い出すな。それって、じゃあさっきのは現実なんだ、グライアス。それ多分彼の影響よ。魔法って里で鍛えてたんでしょ。その時に形にならなかった技を目覚めさせたっていうか。なんだと？にわかには信じられんが、お前たち一体？正直私たちもよく分かってないの。でも多分グライアスも同じ力が使えるようになったと思う。この感じ、確かにそうらしい。一度は諦めた魔法の力が今になってか、天命を感じるな。よし、気合を入れ直して進むぞ。まだ入り口を越えたばかりだ。それと戦闘ではお前に指示を仰ぐとしよう。細かく手ほどきを受けている暇はないのでな。俺も頼む。我流で行くよりお前の方が筋が良さそうだしな。頼りにさせてもらう。見て。どうした？
がいるわ。注意して進め。一気に攻める。反撃の隙など与えない。今が攻撃からな。はっ、娘を頼む。うら、敵がいるわ。注意して進め。このまま仕留めるぞ。続けて攻め。このまま倒しちゃって。シーカー、やれろ。敵一部。うら。大丈夫。この力で。突きやれろ。最後まで油断大。悪くないな。調子だよ。敵残り一個。もうちょっと。貴族。はあ。登場際が悪い。じ。はっ。なあ、それにしても。確かに。じゃあ。結晶が見つかることもあると。それ迷信じゃなかったの？確かにマガマガしさで溢れてるけど。あの怪物普通じゃない。まさか人間の一種か？この動きまるで結晶を守ってるような。来るぞ。
この力で消えろ。疾風のごとき剣見せてよ。それ、セーブのためファイト。気にはなるが、ここで考えても仕方がない。今はとにかく先に進もう。こいつは you